私のちょっとダメなとこ。はい、今週は反省したり直したりなどなど、そこまで考え込まない、自分が思うちょっとダメなとこを送っていただいています。はい、ちょっとダメなところ、俺は、はい、あのね、俺はめちゃくちゃ悩んでて、うん、めっちゃちょっとね恥ずかしいんだけど、おガチなやつやん、うん、一人でご飯を食べに行けません。これなんで、え、これさ、何これ、何これ、逆にどうしてるのみんなは。いける、どういうこと、いける、もう俺なんなら人の方が多いよ。あ、本当、全然多い。なんかね、え、なんかさ、えってめちゃくちゃ恥ずかしいんだよね。え、どこが分からん。なんかでも、でもさ、考えてみたら一緒なんよ、その買い物行く、雑貨屋さん行く、服屋行くとかと、うん、まあ一人でその音楽聞いて街歩くと何が違うんだと思うんだけど、なんかご飯屋さんに入れない。なんかマジでいかん。あ、でも確かに一人でどっか食べに行った話マジで聞かんな。ないでしょ。いや、そうなの。だから昨日とかもその、まあヒロムとちょっと遊んでて、でヒロムがまあ急遽ちょっと用事でパッと帰って、はいはいはい、あ、一人になった。うん、で、そういえばヒロムと飯食おうとしてたんだけど、そういえばヒロムいないし、めちゃくちゃ腹減ってなと思って。そういえば。あ、でも怖いから。うん、帰ってウーバーしようっていう思考になって帰ってウーバーすんのよ。まあ、私リヒトそれ多いよね。なんか誰かとなんかどっか行こうってなって誰も行かへんくなったりしたら、もう行かないってなるもんね。ない。確かにね。なんなのこれは。その注文とか、あの店員さんが聞きに来てくれるタイプのところが無理とかじゃなくて、その自分でさ、レジでさ、あ、これこれください、ファストフードみたいな、ファストフード店みたいなんでもらって自分で席に一人で行って食べるとかの系はいけるん？それも無理？え、無理かもしれない。あ、マジか。それは無理なんや。怖い。わかんない。でも、いや、わかんない。あ、まあでもすごい、そのだからそれか、何、効率化されてるというか、まあ、券売機で、はいはい、その自分のセルフ、それやったらまだ大丈夫やけど、まだ大丈夫なぐらい。でも得意ではない。得意ではないかも。あ、なるほどね。でもういざそのもう本当にちゃんとしたおしゃれレストランとかになったら、ダメだね。マジか。ね、恥ずかしいんかな。あれじゃもう多分その一人で食べてる空間がもう誰かに見られるのとか無理なんちゃう。いや、それはあるかも。うん、味がしないかも、もし頑張っていっても。気にしすぎやろ。なんやろね。すごい。あ、でもバレないかなっていう恐怖もなんか。あのついてきてるかも最近。あ、なるほどね。外出るときどんな感じだ。そうそう、もう結構分かりそうなぐらいのテンション感でいく。いや、ちゃんと帽子かぶって眼鏡かけたりでもするんだけど、それでもなんか結構そのなんだろうな、見た目が背も高いし、まあまあ確かにね、分かりやすそうやね。一人でこんな、まあ、おしゃれなとこで食べてみたいとかも思うんだけど、一人でこんななんかね、おしゃれななんかその何人かで来てるようなとこに一人で食ってなんか食べてる人、何あの人って思われるのがなんか嫌なんかもしれない。じゃああれ、あのリヒトがさ、あの某有名なお寿司屋さん、回転寿司のさ、カウンターで一人で食べてたやつあったやんか。あれはいけるね。あれはいけるよ。あれはでも、まあ、あれは確かに今考えたらちょっと怖いけど。そう、今考えたら超奇跡じゃない。そう、でもあれカウンターやから、まあ、ちょ集中、味集中みたいな感じある。なるほど、味集中スペースがあるから。そうあみたいな感じかも。あ、なるほどね。あ、じゃあもうあのいろんな人の目に触れるような形の、まあ、4人席だったりとか、そういうところが無理なんじゃない。怖い怖い怖い。あ、なるほどね。ちょっとね、直していきたい、ちゃんと。何、別に誰でもいいじゃん。別に直していきたい。かわいいな、リヒト。意外な多いからな、リヒト。そういうのね、俺多分ね。じゃあ俺今後あのリヒトのそういうちょっとおかしいところをね、見た目とはあのそのギャップあるやつみたいなのをどんどん掘り下げていこうかなと思います。ちょっと直して一緒に成長してほしい。一緒に成長というか直してほしい。いや、俺はあの成長せずにみんなに発信するから。やだやだやだ。恥ずかしいよ。イメージ INI よ。こちら、〇〇やってそうや〇〇っぽいなど INI メンバーの勝手なイメージを送ってもらい、それを本人に判定してもらいます。はい、というコーナーです。イメージ INI ひろむくん、はい、小学校の夏休みの宿題にもなる朝顔の観察日記、はいはいはい、毎日しっかり日記につけてる、種も取って来年も再来年も朝顔育ててそう。あ、うわー、わかる。絶対ちゃんとしてるね、それは。ちゃんとしてそう。これ当てにいってるね。当てにいってる。当てにいってるね。うん。これはガチで当たってるやろきっと。あ、うん、たまになんかでも朝起きれないイメージもあるんだよな、意外と。あ、結構朝弱い。朝弱いね。うん、朝喋れないもんね、昼間。そう朝。これガチなんですよ。お前もな。俺もやけど。二人ともな。そう、マジで気持ちわかるけど、ね。朝無言。もう朝もう無。無でつけてそうでもあるし、もうなんか
あもう今日はいいとかおかんに言ってそうなイメージもある。かワンチャンそのあれ並んでるやん、うん、いろんなあの隣のさ、出席番号隣の子とかね、隣の両サイド2個分ぐらいまでは、うん、あの一緒に世話してそうワンチャン。あちゃんと磨いてね枯れそうやなこれかわいそうっつってこうやって人のも人のもんでこれ、いやいやこれ夏休みの宿題が家やろ。あ家か家か、あ学校ね、あの毎朝やるやつかと思った。学校でもあったけどね。あったよね、あったよね。まあまあでも確かにそれもわかるけど ね。でもこれは当たってますね。うん、夏休み意外とでもだらけてそうでもあるよな。なるほどね。わかります。さすがリスやな。いやすげえだよ。やぶなことは何でも聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや面白いね、はい。おもろいね。ほぼ当たりやと思います。じゃあ次いきますね、はい。ラジオネームひろみさんからのお便りです。ひろみ。